なるほど。グレート、だよ。小さいつが入っとった。グレート。ちょっと詰まる感じ。博士はマリエ庭園にいるろね。預かったマスクを渡そうろ。ってことは、あ、そっか。こっから簡単にできるんやったよね。マリエ庭園、あ、ここ？マリエシティへ飛ぶ。よし。いいね。リザードンが俺がもう超、超楽勝やん、移動が。よし、到着。なんかこうさ、もっと下の景色が見えたりとかすればいいのにね。ほい。てか、ロイヤルマスクじゃないって言いながらマスクを忘れていくっていう、間抜けっぷりが、お？スカルダンじゃない？何があったんすか？スカーって言ったけど、私今。おいおいおい、ククイさんよ。ポケモンリーグを作るって？何と作るってんだ？4ターンだ。は？何が？まとめてかかってくるといい。僕もポケモン技の研究家。スピードスターへ焼き尽くすので、まとめて倒せるよう、バトルロイヤルでお相手しよう。ちゃんとルール付きで。マジかよ。やっちまうぞ。博士頑張れー。調子乗りすぎスカルダン。めっちゃ言われよりやん、周りにまで。バトルロイヤルいいよな。一気に3匹もぶっ壊せねえよ。誰？なんか親玉みたいなの出てきた？あ、また、姉子とは違った感じのが出てきたけど。グズマだ。ボスのお出ましだ。グズマ？ぶっ壊してもぶっ壊しても手を緩めなくて嫌われる。グズマがここにいるぜ。嫌われとるって自分で分かっとるやん。やあ、皆の衆。スカルダンボス。グズマとポケモン隠すククイのカード。よだれもののスペシャルマッチだろ。確かにちょっと見てみたいけど。福井さんよ。あんたと俺はお互いキャプテンになれなかった者同士。アローラ地方に残る古臭い風習。島キングやキャプテンなんてくだらない連中に変わる新しいものが欲しくなるよな。だがよくクイさん、ポケモンリーグはいけないぜ。最強のトレーナーはもう決まっているんだからよ。自分ってこと？僕はなれなかったではなく、ならなかったんだ。夢のためにね。原さんに勝つため、どの技が強いか探り、やっとたどり着いた答え。その時、ベストの技を選べるポケモンとトレーナーのコンビが繰り出す技が最強だと。ならその時を生み出せば、ポケモンリーグを作らねば、とね。グズマくん、君も口だけでなく、自慢の技を見せてくれよ。まあ難しいかもしれないけどね。何弱いん？だってアユナがいるからね。君もそう思うだろ？え？何私が戦うって？自分は戦わんのかい。島巡りの挑戦者か？腹の孫じゃないようだが。アユナだ。最近アローラに来てね。発見、体験、大冒険を楽しんでるところだよ。アユナが一緒に旅しているカビゴンも、さぞや強力な技を使うだろう。だからグズマくん、君が最強なら戦えばいい。ち、技マニアが煽ってくれる。まあね、私の方が最強やけん。ゼットリングか。島巡りなんかして何になるんだよ。わからん。それを探しよんかな。何もねえよ。くだらねえよ。まずはククイさん。あんたを壊す前に、あんたが大事にしているものを壊す。破壊という言葉が人の形をしているのが、この俺様グズマだぜ。最悪やん。グズというかクズって感じの。スカルダンボスのグズマが勝負を仕掛けてきた。これがボス？これが一番上ってこと？グソクムシ、うわぁ、なにこれ。グソクムシってこと？グソクムシってなんかおったよね。はい、それじゃあカビゴン。Z パワーで。本気を出す攻撃。おお、なになになに？出会い頭。これで一発でやっつけれますように。ね、あんだけ大ごと言いよってさ、一発でやられたらめっちゃ面白くない？サイケカビゴン全力の Z 技。キラーン。よし。本気を出す攻撃。なんかバキバキになりそう。遅いもん、この子。相手の。おー、ほら一発。相手のグソクムシャは倒れた。やったね。
ほら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 。もう速攻やん。お、アリアドス。なぜさっきのあのポケモンの後にアリアドスなん？まあ、いや、入れ替えよ。ガーディーで。入れ替える。はい、カビゴン戻って。いっけ、ガーディー。虫ポケモンには炎が効いたよね。よし。絶対さっきのポケモンの方が強そうやん。なんか強そうなポケモンの後にこんなね、こんななんか序盤で出てきそうなポケモンを使われましても、ほら一発だし。イエーイ。まだね、火炎放射を使わんかっただけありがたいと思ってよ。ガーディはレベル41に上がった。やったね。お、新しく熱風を覚えたい。熱風、どんな技？熱い息を相手に吹きつけて攻撃する。火傷状態にすることがある。あ、これは、いるよね。敵討ち。倒れた味方の敵を撃つ。前のターンに味方が倒されているという意欲が上がる。これちょっといらんかな。1、2の保管。ガーディは敵討ちの使い方をきれいに忘れた。そして、ガーディは新しく熱風を覚えた。とりあえずなんか一匹死んどること前提やん。イェーイ。なるほど。グレイトだよ。小さい巣が入ってた。グレイト。ちょっと詰まる感じ。グズマ、何やってるんだ。自慢のポケモンたちにもっと破壊させてやれよ。アユナだったか？壊しがいのあるやつとして胸に刻んでおくぞ。なるほど。私はすぐに忘れるかもしれんけど。ボスによ、本気出させるなよ。いやいやいや、こっちだって全力で生きよるけんねん。スカルダもおとなしくなるよな。なんたって子供に負ければ。いやー、アユナ、すご彼氏トレーナーですよ。ありがとう。どうもどうも。アユナ、いい技だったぜ。魂が震えたよ。そうだ。大事なものを渡すのをドアソレしていたぜ。君が選んだ足まり。その進化系アシュレーンに持たせるジェットクリスタルだ。え？何それ？お？アイナはアシュレーンの Z を手に入れた。何それ？アシュレーンの専用のがあるん。アイナはアシュレーンの Z をジェットクリスタルポケットにしまった。ところでアイナ、君が持っている覆面。マーレインからだろ？僕からロイヤルマスクに返すから預かっておこう。自分のだと言えよ。何？知り合いですっていうこと？アイナは博士に博士の覆面って言っちゃってる。アイナ、ところでリリアはどうしてるんだっけ？います。いますって。アセルラも一緒。ハウは、まだマラサラショップかな。マジで？博士もアユナさんも、スカルダンとやり合うなんて、怖い人たちだと聞きますから、私、心配になります。大丈夫、大丈夫、弱いから。そうかい？技をぶつかえば相手がどんなトレーナーでもすぐに分かり合えるけどね。じゃあ僕はラナキラマウンテンに向かう。ポケモンリーグを完成させてその時を生み出さないとね。アイヌも島巡りに試練をこなし鍛えてくれよ。了解。この子はキャプテンってことかな、多分。アイヌさん、無理しないでくださいね。ありがとう。回復してくれたら嬉しい。アイヌ、マーメンの試練達成すごい。次の試練は11番道路を越えてカプの村に行くんだよ。11番道路が分からなかったらおまわりさんを探すといいよ。じゃあリリエちゃん、買い出しに付き合って。なんかすげえ友達になっとるし。マー君の試練も達成したし、ミニゲートの先に行ってみろと。もうマー君呼びになっとるし、マジか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。